Thank you.
最初スタジオ入る前に一回食事会をやるっていうぐらい全然物が誰か知らんみたいな感じだったんですけど、でもね、しかもね、こうラッコタは結構メロディーラインとかすごいキャッチーなんですけど、意外とやってることがえぐくて、なんで本当に最初のスタジオの時とか、なんかそんなにそれぞれ知らないし演奏はむずいしみたいな、すごい辛い空気みたいなのがあったんですけど、そこからこうみんなが分かり合いながらね、こうだんだんこう自信をつけながら今日を迎えることができたかなと思っています。なんかそういうなんかこう交流の深まりとかね、やっぱりラクトアってその歌詞とか後で見てみてもらうと分かるんですけど、すごくなんか出会いとか別れをすごくよく歌ってるあのバンドで、で、あのこの後歌う2曲もあのこれからこう暗い中でもきっと誰かがあの一緒にいてくれるよって話とか、こういろいろな別れの話とか、そういうのをあの歌ったような曲をやっていくので、あの皆さんぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。じゃ あの残り2曲なんで、あのぜひ楽しんで聴いてください。
Oh, no.